また何か古い本読んでるの？うん、これはかなりの貴重品でね、この前ようやく手に入れたんだ。フィーも興味あるのかな。これはね、大昔にこの近くにあった文明について書いてある本なんだよ。わかるかな？クリント王国よりももっともっと昔に存在した文明のことでね。タオ、そんなこと話してもフィーにはわからないと思うよ。そうかな？結構真剣に見てくれてるように思うんだけど。気になるのかい？フィーは何の絵を見て興奮してるの？鳥だね。昔この辺りに生息していた鳥の絵だよ。その鳥の卵と羽化したヒナと生態の絵が描かれてるんだけど、これがどうかしたのかな？もしかして自分の仲間だと思ってるんじゃないかな。え？どういうこと？フィーも卵から生まれたから、同じ卵から生まれる鳥のことを仲間だと思ってるとか？まさか、さすがにそんなことは。ないとは言えないかも。この鳥とフィーは同じじゃないけど、もし絶滅してなかったら友達になれたかもしれないね。フィーフィー。くすぐったいよフィー。タオとボースいるかな？見かけたら声かけてみようね。石板の解読は進んでる？ライザ、ちょうどよかったよ。実はついさっき大体の内容を解読したところなんだ。すごい、さすがタオだね。手がかりが少なかったからちょっと苦労したよ。おまけに専門用語も結構あってさ。へえ、それでそれで遺跡で見つけた石板には何が書いてあったの？あれはね、大昔に書かれた建造物の建築法に関する記録だったんだ。すごいじゃん、大発見だね。ありがとう。でも分かったのはそれだけじゃないんだ。僕も解読してて驚いたんだけど、建築技術について調べてたみたいでさ。でもやっぱり途中でやめちゃったみたい。なんでやめちゃったんだろう。解読作業が嫌になったんじゃないかな。ご先祖様技術者だったみたいだし。タオみたいに昔のことに興味がある人じゃないとなかなかできなそうだよね。そうだね。でもご先祖様も僕と同じことに興味を持って調べてたなんて、ちょっと嬉しいな。よし、もっと頑張って遺跡を調査するぞ。すっごい燃えてるね。私も協力するよ。これで大丈夫かな。モース、
し入れ持ってきたよ。はい、これ飲んで。いや、遠慮する。はあ、なんでよ。いきなり渡されて飲むやつがいるか。そもそもなんだこれは。こんなの店で売ってるの見たことがないぞ。どんな怪しい店で買ってきたんだ。売ってるわけないでしょ、私が作ったんだから。お前ね。そうよ、なんかすっごい疲れてるみたいだから、ちょっとでも元気になってもらえるようにって。そうか。でも愛用のがあるなら無理して飲まなくても。まずだな。菊成分マシマシの代償よ。っていうかまさか飲むとは思わなかった。ああ、俺に飲ませるために持ってきたんじゃないのか。あれだけ言いたい放題言われたら誰だってそう思うって。錬金術で作ったと最初から言わなかったお前が悪い。さて。ちょっとどこ行くの。図書館だ。差し入れのおかげで疲れも取れたからな。え、そんな即効性ないんだけど。ならこれは失敗作だ。間違いなく俺には効いてるぞ。また作ってもらえると助かる。じゃあな。どこか行きてえのか。よし、行くぞ。ライザすごいよ。この前作ってくれたあの栄養剤さ、あんなに元気がなかった作物が一気に元気になったのよ。本当？うん、あんな元気な姿初めて見たよ。今の調子なら多分実がつくのもあっという間なんじゃないかな。元気になってくれたみたいで安心したよ。私も実の収穫をするのが楽しみだよ。え、今私収穫が楽しみって言った？うん、確かに言ったよ。そっか、うん、でもそうなのよ。本当に今ね、収穫が楽しみでたまらないの。育つのをこんなにワクワクしながら待つのって子供の頃以来なんじゃないかな。ちょっとした刺激にはなったみたいだね。ちょっとどころか超刺激的だよ。あー、早く収穫したいわ。
いい感じだと思うんだけど。これで大丈夫かな。おう、どこに行く？どこに行きますか？よし、行くぞ！なんだ、フィーじゃねえか。気に入られてるね。そうみてえだな。てか、なんでこんな懐かれてるんだ。特に何かしたわけでもないのによ。もともと人懐っこい性格なのかも。それにレントって小動物に懐かれること昔からあったじゃない。そもそもこいつ動物じゃねえだろな。あ、そうだろフィー。あのな、なんだよ今度は。しつこくしすぎて怒らせちゃったかもって不安になってるんじゃないかな。そうなのか。すごい奴が遠慮してんじゃねえよ。本当にレントが好きなんだね。できればもう少し落ち着いてくれるといいんだけど。